ニュースポストセブンです。昨年末の紅白歌合戦で安定感のある司会進行を務め、人気上昇中の NHK 和久田麻由子アナのフリーへの転身が噂されています。2019年3月号で週刊ポストが報じた各局人気女子アナ30人フリーになったらこの値段では、和久田アナがフリーに転身した場合年収は推定7000万円とされていましたが、オリンピックや紅白司会を経て市場価値が上がり続けている和久田アナ。大手広告代理店社員は、現在は推定1億円を優に超えると明かしています。ニュースポストセブン。